ちょうど、大鹿はここら辺で、藤野はこの辺なんですね、相模原。で、見てご覧になる2027年、先行開業、最速40分。で、まあ、生駒は来てほしいっていうんで、ちょっと、なんでと思うんですけれども、まあでも、古い経済発展とか公共事業のイメージを持っている方は、来ると活性化する。信じて疑わないんですね。これが例えば秋色あの私が住んでる相模原でもあったんです。すぐ隣の秋川という村があって、私の友人が住んでるんですけど、そこは実験線なんです。もう完成してる、だいぶ前からできた実験線、今回本線で使えますね。その実験線の工事で、水が消えたんです。そしたら連日給水車が来るんですよ。で、村の人たちは、いや、給水車が来るから飲み水には困らないからいいんじゃないのって言う。でも、永久に給水車を来てくれるんです。途中でやめられちゃうんですよ。で、今慌てて井戸を掘ったり、本当に簡単に水が借ります。高尾さんでもそうです。トンネルを掘ったがために70年間ずっと農業をして田植えをして田んぼをしてきたおじいちゃんなんですけど、初めて去年田植えできなかったんです。水が全部抜けてしまって、入れてももう本当に70年近く田んぼやってきて初めて田植えができなかったってすごい嘆いておられましたけど、そういう本当に、ね、これだけは掘らないとわからない。で、予防原則っていうのが、ありまして、わからない、科学的に根拠がないことはやっちゃいけないんですね。それを根拠に何かをやったりやらなかったりというのはいけない。わからないときはやらないということが大事なんですけど、日本の場合は掘ってみなきゃわからないので大丈夫ですっていう論理になってます。うん、そうなってます。アセスではということが起きているということです。すいません、はい、あと時間、あ、ごめんなさい。これがね、見てください。これ私の友人が住んでいる秋川、あの 秋川村の、あの秋山村の、田上里沢という沢なんですね。私の家からすぐです。で、これだけ水があって、次見てほしいんですけど、今これです。私の友達なんですけど、もうヤマビが泳ぎ、本当にあの子供たちが、夏になってここで本当に水遊びにして気持ちいい、こうなるんです。これ実験線で起きてるあのことです。鶴と、神奈川県と山梨の境目なんで、あの私たちがいる富士野とか秋山村は、はい。で、こんな、あ、これもすいません、これもね。で、こんな状態がまああちこちで起きてます。で、私は事業説明会で、あのこれ別にここだけじゃなくて、実験線で何か所でもこういうことが起きてるんですね。で、それについて全て調査をしたかと。で、あのこれについて理由ははっきり判明し、調査をし、明確に理由が分かった上で大丈夫だと言っているならば納得ができるけれども、こんなことになってて、で、大丈夫ですと言われたって無理ですよね、納得するのは。せめてどうして、どこからどういうふうに水が抜けてしまったのか、どう掘ったらこっちが抜けて、あと湧いてきちゃったと思うんですよ。生態系とか全て変わってしまう。で、ここではもう人々の暮らしが変わっちゃうわけです。みんな、水がこの沢に息をしてましたから。で、あと井戸水が枯れちゃったとか、あと水がすごい低下したとかっていうことが起きて、給水車が出るという事態になりましたけれども、すごい水が吹き出てきてる場所もあるんですね。で、そういうことも調査を丹念にして、その上で大丈夫だとか大丈夫じゃないっていうのは分かりますけど、一切やってません、ここは。なのに、まあ、答え、先に答えありきですね、大丈夫っていう、はい。で、あと生き物の話をちょっと最後にしたいと思います。実は相模原市っていうのは東京近郊なんですけれども、ものすごく自然が豊かなところです。